今回の問題、テルネット接続をするための設定は大きく3つです。何々の設定、何々パスワードの設定、何々アドレスの設定です。テルネット中のセッションを中断する方法は、コントロールキー、シフトキー、6を同時に押して最後に何々ボタンを押します。セッションを再開する場合はエンターを押すか、何々コマンドを利用します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。テルネット接続をするための設定は VTY の設定、特権パスワードの設定、 IP アドレスの設定です。テルネット中のセッションを中断する方法はコントロールシフト6を同時に押してその後に X を押します。セッションを再開する場合はエンターを押すか、レジュームコマンドを利用します。お世話になっております、マサルです。今回のテーマはテルネット接続です。ネットワークデバイスを管理するために遠隔ログインは必須の技術です。本来はセキュリティ対策ができる SSH 接続をするべきですが、まずは基本的な遠隔ログインの方法としてテルネット接続を勉強しましょう。今回の動画は遠隔ログインが必要な理由、テルネットに必要な設定、この2つを勉強した後に実際にパケットトレーサーを使ってテルネット接続をしてみたいと思います。それでは始めましょう。管理者がネットワークデバイスを管理する際に対象の機器に接続して管理をするのですが、その機器が持っているコンソールポートに直接接続する場合は機器の近くまで行かなくてはいけません。例えばこのように管理者が1階にいる場合、管理したい端末が4階にいるときにわざわざ4階まで登っていってコンソール接続をしなくてはいけません。離れた場所に管理する機器があった場合、管理者は移動しなくてはいけないので大変ということですね。そこで遠隔ログインをするためのプロトコル、テルネットや SSH を利用します。これらのプロトコルを使えば自分の席から管理端末に対して遠隔でログインすることができます。テルネット接続をするためには接続対象の管理機器であらかじめテルネット接続を受け入れるための設定をしておく必要があります。必要な設定は大きく3つです。 VTY の設定、特権パスワードの設定、 IP アドレスの設定です。一つずつ見ていきましょう。まず VTY の設定では遠隔ログインを受け付けるための仮想ポートを設定します。この段階で同時接続できる台数やパスワードの設定やログインの許可などの設定を行っています。具体的には LINE VTY コマンドで VTY の設定画面に移行します。この時の0、4は0から4までの合計5個の仮想ポートを指定していると思ってください。0から4を指定することで5セッション分同時にログインすることができます。その後のコマンドでパスワードの設定を行い、この例ではマサルというパスワードを設定しています。最後にログインコマンドによって設定したパスワードによるログインを許可しています。このログインコマンド忘れやすいので注意してください。次は特権パスワードの設定をします。この設定をしておくとイネーブルコマンドを打って特権モードに移行するときにパスワードが必要になります。テルネット接続の場合、セキュリティの観点から特権パスワードを設定しておかないと特権モードに移行することができません。特権パスワードを設定していない状態で特権モードに移行しようとするとこのような画面が表示され、特権モードに移行することができません。テルネット接続をする場合、特権モードを必要とすることが多いと思うので特権モードのパスワードを設定しておきましょう。最後は IP アドレスの設定です。リモートログインするときに IP アドレスの指定が必要です。例えばスイッチの場合、デフォルトで全てのポートが VLAN1 に属しているので VLAN1 に対して IP アドレスの設定をします。その設定した IP アドレスを指定してリモートログインすることができるようになります。ルーターの場合は物理インターフェースに設定している IP アドレスを設定しておけば大丈夫です。それでは説明が終わりましたので、実際にパケットトレーサーを使ってテルネットの設定をやってみましょう。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。最近は学生さんからもネットワークについて質問をいただくことがあります。それほどネットワークの知識は知っておきたい基礎知識となっているようです。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、ネットワークを勉強してみたい人様々参加してくれています。ぜひコミュニティを活用し、横のつながりを作って情報を交換してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に貼っているので、ぜひ一度見ていただけると嬉しいです。
それではパケットトレーサーを使ってテルネット接続を実際にやってみましょう。こちらがコンソール接続の場合、こちらがテルネット接続の場合です。コンソール接続の場合は、管理者は直接管理したい端末の元まで移動してあげてコンソール接続をする必要があります。このようにいちいち移動するのは大変ですよね。なのでテルネット接続を利用して自席から遠隔ログインできるようにしておくと管理もとても便利になります。では先ほど勉強した内容を使って、こちらのスイッチとルーターにテルネット接続できるように設定してみましょう。まずはこちらのスイッチに対して設定をしていきます。まずは VTY の設定から行います。 LINE VTY0 から4で5つ分の仮想ポートを指定します。パスワードはマサルにしておきましょう。そしてログインを許可するためにログインコマンドを忘れないように打ちましょう。これで VTY の設定が完了です。次は特権モードに移る時のパスワードを設定します。今回は特権パスワードとしてシスコという文字列を設定しましょう。最後に IP アドレスの設定です。スイッチは物理インターフェースに IP アドレスを設定することができないので、インターフェース VLAN1 に対して設定をしましょう。今回は 192.168.0.0 スラッシュ24で、管理端末が1番を使っているのでスイッチは2番を使います。 192.168.0.2 を VLAN1 に設定してあげます。設定したらノーシャットダウンでポートの開放をしておきましょう。これで管理 PC からスイッチに対してテルネット接続ができるようになりました。実際にやってみましょう。デスクトップタブを指定してテルネット SSH クライアントを選択してください。テルネットを指定して IP アドレスを 192.168.0.2 にしてコネクトをしてください。するとパスワードが聞かれるので、 VTY に対して設定したパスワードマサルと入力します。コマンドを入力してもこのカーソルは動きませんので注意してください。正しく入力できていればエンターを押してください。するとスイッチという文字列が返ってくれば無事にテルネット接続できています。この状態で特権モードに移行しましょう。 Enable コマンドを使用すると、先ほど設定した特権パスワードが聞かれます。特権パスワードはシスコです。この時もパスワードを打った時にカーソルが動かないので注意しましょう。正しく打っていればエンターを押すと特権モードに移行することができます。まずはスイッチに対してテルネット接続が成功しました。次はルーターに対してテルネット接続をしてみましょう。ルーターを指定して、まずは VTY の設定からしていきます。 LINE VTY0 から4を指定してパスワードを設定しましょう。パスワードは先ほどと同じくマサルにしておきましょう。そしてログインコマンド忘れないように打ち込みましょう。設定ができたら次は特権モードのパスワードの設定です。こちらはシスコという文字列にしておきましょう。最後は IP アドレスの設定です。ルーターは物理インターフェースに IP アドレスを設定することができるので、こちらのインターフェースギガビットイーサネット000を指定して IP アドレス 192.168.0.3 を指定して設定しておきます。ノーシャットダウンもしておきましょう。この設定をすることで管理 PC からルーターに対してテルネット接続ができるようになります。試しにやってみましょう。テルネットを選択して 192.168.0.3 です。パスワードを聞かれるのでパスワードはマサル。無事にログインすることができました。特権モードに移行します。パスワードを聞かれるのでシスコと入力します。無事に特権モードまで移行することができました。スイッチとルーターにテルネット接続をすることができました。ここからは応用的な話になるのですが、ルーターからスイッチに対してテルネット接続してみたいと思います。テルネット接続をするときにはテルネットの後ろに IP アドレスを指定します。スイッチの IP アドレスは 192.168.0.2 です。ルーターからスイッチに対してテルネット接続を行います。パスワードを聞かれます。マサルと入力します。無事にスイッチに接続することができました。今は管理 PC からルーターにテルネット接続をし、さらにルーターを経由してスイッチにテルネット接続している状態です。ここでスイッチのいろんな情報を見ることができるのですが、一定の操作をしてもう一度ルーターに戻ってきたいときにどのような操作をするのかというと、一つの方法として EXIT コマンドがあります。 EXIT コマンドを行うことによってルーターからスイッチに対してテルネット接続していたセッションを切断して元のルーターに戻ることができます。ただセッションを切断してしまうと、再度スイッチに対して接続したいときにもう一度テルネット接続をする必要があります。この手順が少し手間なので、
セッションを中断する方法があります。それがコントロールキーとシフトキーと6を同時押しして X を押す方法です。コントロールキー、シフトキー、6を同時押しして X ボタンを押します。するとルーターという文字に戻ってきています。これはスイッチへのセッションを一時中断してルーターに戻ってきている状態です。例えばルーターで小欄コマンドを押してルーターの情報を見て、もう一度スイッチへのセッションを再開したいと思えば、このルーターの画面が表示されているところでエンターボタンを押すとスイッチのセッションが再開されます。これはとても便利な機能ですよね。例えばスイッチの管理作業をしていて、やっぱりルーターの設定をもう一度見たいと思えば、コントロールシフト6を押して X を押してルーターに戻り、ルーターの設定値を確認することが簡単にすることができます。先ほどはこの画面でエンターを押すと戻ることができるとお話ししましたが、レジュームコマンドというものを使っても戻ることができます。コントロールシフト6を押すとセッションを中断して直前のセッションに戻れること、直前のセッションに戻ってセッションを再開したい場合はエンターキーを押す、もしくはレジュームコマンドを使うとセッションを再開できることを覚えておきましょう。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回のまとめです。テルネット接続をするための設定は大きく3つでした。1つは VTY の設定、もう1つは特権パスワードの設定、最後は IP アドレスの設定です。テルネット中のセッションを中断する方法はコントロールシフト6を同時に押して最後に X ボタンを押します。セッションを再開する場合はエンターを押すか、レジュームコマンドを使うとセッションを再開することができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。